一皿シェフズテーブル。この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合うトーク番組です。お話を伺うナビゲーターは一皿編集長小西克弘、一皿編集部辰野口久美子でお送りします。こんにちは、一皿編集長小西克弘です。一皿編集部辰野口久美子です。本日のゲストですが、ザ・バーンの米澤文夫さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回4回目で最後の話になるんですけど、今回は、はい、米澤さんの、まあ、今、いろいろやってらっしゃる活動および、はい、まあ、ご自分の小さい時の話とか、うん、そんな話を聞かせていただいたらいいかな。はい、なんか、まあ、今ザ・バーンって店を、まあ、カジュアルであり、ニューヨーカーっぽい感じのおしゃれなお店なんですけど、はい、いい感じの力抜けた感でやってらっしゃるっていうふうに思っていて、はい、それはやっぱり、まあ、いろんな経験なさって、でもやっぱりジャン・ジョルジュっていう大きな看板を背負って、一つ、まあ、そういうことをなさった後だからこそできる、はい、気持ちのいいいい感じの抜け感ですね。そうですね、はい、あれがジャズみたいですね。そんなかっこいい感じではないんですけど、でもなんか、まあ、無理をしないというか、うん、その働き方も料理も、うん、なんかこうレストランを日常にみたいなのがすごいコンセプトだったりするんですよ、うん、なんか変な話、うん、あの晴れの日に来ていただくような店じゃなくて、自腹で自分たちが楽しむ時に来てもらう店っていう感覚で僕はお店を作ってるんですね、うんうん、なのでこう、まあ、まだオープンして1週間ぐらいなんですけど、うん、まあ、圧倒的にやっぱ2人よりも3人4人以上のお客さんたちの満足度が高い。あ、その2人で例えばその彼女のお祝いをするのに来るっていうよりも、例えばじゃあ6人ぐらいで女子会で誰かの誕生日を女子みんなで祝う会とか、おしゃれ、そういう時に使っていただいたりとか、いいですね、めちゃめちゃいいですね。なんかサプライズやってくれそうな感じもしますよね。なんかもうそういう感じで使ってもらって、うん、はい、なんかお店っていろんな形態があって、うん、僕がやってる今回の店はもう自腹の店だと僕は思ってるんで、うん、領収書払ってどうのこうのっていう店ではなくて、うん、自腹でみんなが払う店、うん、だからやっぱその自腹で払っても気持ちよく払えるぐらいな価格設定にもしてますし、うん、なんかアラカルトにしたのもそうで、うん、もう今やっぱりこういろんなレストランがあるんで、うん、コースでコース1本でっていうんじゃなくて、みんな好きなものを頼んで好きなものを食べてもらおう、それがいいでしょっていう、なんかその無理しなくて、でやっぱりその僕の今回の挑戦は本当どれだけ凝らないか、料理にどれだけ凝らないかっていうのが本当に一番の挑戦。新しい、まあね、でもね、ある程度やっぱ力があるから言えるような言葉なんですけどね、それはね、まあ、でも多分本当にこのジャン・ジョルジュの期間を得てからだから、なんかこう、まあ、お客様も含めなんかいろいろ納得していただけてるというか、芯があったんだなっていうのは、だからそういう意味ではやっぱ長い間働かせていただいてすごくありがたかったなっていうのが、そうですね、そういう米澤さんなんですけど、小さい頃ってどういうお子さんだったんですか。下町の、そうですね、まあ、お坊ちゃん、まあ、いやいや普通でしたけどね、まあ、ちょっと、まあ、悪ガキ的な感じで、まあ、野球やってたりとか、まあ、でもね料理はすごく好きだったんですよ。3年生とか4年生ぐらいから多分僕料理になろうと思ってたんで、あ、早いですね、まあ、やっぱり家で料理作るのすごい好きでしたし、まあ、母親の夜ご飯の手伝いだったりとか、まあ、野球やってて練習から帰ってきてなんかチャーハン作ったりとかラーメン作ったりとかっていうのは結構やってたりとかしたんで、家庭科とかも調理実習めちゃくちゃ成績良かったです、まあ、でもやっぱりまあ体育、音楽、家庭科、あと僕は日本史が好きなので幕末が好きなのでやっぱ歴史ぐらいですかね。幕末の誰が好きなんですか。僕でもやっぱり坂本龍馬が好きでしたね。やっぱりね、かっこいいですよね。龍馬人気高いですね。いやでもすごいと思いますよ。司馬遼太郎の力って偉大ですかね。僕はね、小学生の頃に大井龍馬が漫画だった頃に、あれは武田鉄矢さんですか、はい、見て、でそれの、まあ、単行本から育って他のものに行ってみたいな、
面白いなっていう。日本人の、まあ、テレビの視聴率も多分そうなんでしょうけど、はい、だいたい龍馬って言いますね。うん、確かに。あの過去の歴史上の好きな人を挙げろって言うと必ずなんか、ね、でもやっぱりあれだけね、はい、こうなんて言うんでしょう、あの年で本当に日本を動かした26ぐらいですよね、確か26とか29とかですね、うんうん、まあ、めちゃめちゃ若いんですよね。そうそうそう、そうそれってすごいなと思いますよね、うん、もう学生高校生だったかな、最初やっぱりあの司馬遼太郎さんの龍馬が行くっていう本ですけどね、はい、読んで、うん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 、ものすごい感動した記憶がありますよね、うん、やっぱ熱い、はい、熱い男って感じ。いやまあでもあの時代はそうだったんでしょうね。あの幕末の時代っていうのは本当に常識が一切通用してなくなった時代だと思うので、でもやっぱり若い頃にそういう風になんか影響を受ける、そういう世界をこう受けるとですね、うんうん、やっぱり自分もそうしたいんで、まあ、米沢さんの場合だったら海外に出ていくとかね、そういう行動につながっていくかもしれないでしょうね、はい、ロマンがあってね、うんうんうん、じゃあ歴史が好きなお子さんだったって面白いですね、はい、うん、意外でした。で野球ばっかりやってらっしゃってそうですね、野球選手になりたかったんですか。あ、そういうのはなかったですね、うん、そんなにめちゃくちゃ上手い方でもなかったんで普通な感じで、うんうん、はい、江戸っ子なんですね、だからね、下町 で、ね、まあ、お祭りとかは毎年やりますね、三社祭りは。あ、はい、すごい。どういうご家庭だったんですか、なんか商売やってらっしゃった。もともと祖母の時は魚屋だったみたいですね。魚屋さんだった。僕ほとんど記憶ないです。で、辞めちゃって、で父親は会社員なの で、で母親は専業主婦だったので、まあ、いわゆる一般的な家庭でした。サラリーマンのご家庭だった、うん、はい、で、お母さんはじゃあずっと料理を作っておられて、ご兄弟とかもいらっしゃったんですか。はい、うん、僕は男兄弟の真ん中ですね、うん、あ、そうなんですね、はい、料理になってらっしゃる方は、まあ私だけで、兄は普通の不動産業だったんですけど、で弟実はダウン症で、うん、まあ、結構重いダウン症なので、そんなのもあってちょっとこうボランティア的なものがあったりとかっていうのもあるかもしれないですね、うんうんうん、じゃあ小学校3年生4年生ぐらいからもう なんとなく料理人だなと。そうですね、思ってくれた。で、まあ、変わらなかったですね、うん、なんか憧れの料理人とか好きな番組とかあったりとかしたんですか。まあ、もう完全に僕らはあの料理の鉄人世代なんですよ、うん、はい、で料理の鉄人世代でやっぱり11時ぐらいだったのかな、やっぱあの当時見てて、 あとはやっぱその当時見てたのは、まあ、クッキングパパとかモーニングで連載してたんですよ、翔太の寿司とか、はい、じゃあそれ、じゃあそうするとなんかあれですか、こう寿司職人になるとか職人系のこうなんかモチベーションですか、ね、それどうなんですか、ね、あんまりでもそういうのがあったっすね、うん、あと父親が、あの、うん、おいしんぼが好きで、うちおいしんぼ全巻あったっす。あ、おいしんぼも好きな人多いんですよね。でもおいしんぼの情報量は相当すごいと思います。相当すごいですよね。そうなんですね、はい、うん、結構読み込んでると思います。それも読み込んでおられてじゃあ、まあまあ素地はもうそのね、下地はその時に、うん、ね、かもしれないですね、できていたと、はい、でも中学になっても高校行かれても、まあ俺は料理人、そうですね、だから勉強一切しなかったですね、うん、料理の勉強とかはしたんですか。いや、してないかもしれないです。でも高校の時のアルバイトは料理にばっかりですね、居酒屋から屋形船から、へえ、下町っぽい、はい、あとはフグ屋とかフグ屋、はい、三浦屋さんって浅草フグ屋があるんですけど、もうそこはもうなんかあのお祭り関係の高校 2,3 年の時やってたのかな、うんうん、もうそんなバイトばっかりですよ。フグヒレのなんかこう屋上に板があって、そこにこう延々とフグヒレ張ってったりとか、僕は包丁使うの上手だったんで、あのなんかフグ鍋の野菜切ったりとか、はい、してたりしましたね。包丁も私もあったんですね、はい、そうか、料理学校出て ないんですよ、ね、はい、すごい。地元のそのじゃあ今でも祭りがあると、はい、やっぱりこう、そうですね、あの三社祭りは参加しますね。 うちの編集にも、はい、いるんですよ。いるんです、浅草の人間が、はい、お祭り男がいる。彼は何代目したかな、5代目6代目、うんうんうん、なんですけども、はい、大変ですよね。そうですね。なんか仕事みたいですからね。なんか言ったら町会のなんかそういうなんか青年部みたいなのやってたりとかもするんで。でもある意味そのコミュニティがいろいろ失われてる中でね、うんうんうん、そういうのがあるっていうのは羨ましくもありますけどね。まあそうですね。やっぱ今は大事ですよね、そういうのは。と思います。それで地元で今サンドイッチ、はい、アメリカンなサンドイッチ。あ、そうです。はい。これがやばいんです。これちょっとどうぞ。まあ、本当にもともと純粋に僕がこういうのなんか本物のパストラミサンドとか、ああいうのなんかないなと思って、うん、
でやりたいなと思って、うん、で、まあ、いろんな、まあ、ピースがハマったというか、よっしゃやろうっていうことになって、うん、で今はちょっとあのバーの方が忙しくてなかなか僕もお店行けてないんですけど、うん、今ちょっとやってる子は変わって、うん、であの、まあ、地元の同級生で、うん、あのグッドバイブスのロゴを描いてくれた子が、はい、今やってくれてるんですけど、うん、でもなんか少しずつ認知があって、この間もあの肉部ってなんか A 出版かなんかなんかから出たムックなんですけど、うん、その一番最初のページに、うん、気づいたらなんか、うん、もうちょっと載せてもらって、やめてもらっていいですか、はい、でもなんかやっぱ場所がやっぱ場所なので、浅草橋と秋葉原の間なんですけど、はい、やっぱりなかなかこう難しい場所っていうのもあって、うんうん、ちょっと都心部に移転しようかなとかも実は、ひそかに思ってます。そしたらもうやっぱり行きました。どういう、いやなんか、ええ、もう想像を超えたサンドだったんですよ。なんか、まあ、ある程度美味しいんだろうなと思って期待して行ったにもかかわらず、なんかもうパストラミ4日間かけて作る、はい、うん、あのパストラミもうほんとジューシーで肉肉しくて、うんうん、でなんかバンズがもうパリッとちょうどいいんですよね、はい、でもなんかね、ないと思いますよ、日本にはないんですよ。そうなんでないんだろうと思ってお店やって思ったんですけど、あんだけめんどくさいものはやらないですね、みんな。なるほど相当めんどくさいです。でもやっぱそれだけの価値は出てるなっていう、たまにやっぱりまあもちろんお店行って食べるんですけど、うんうん、うまいですよ。うまいです、はい、量産はできないんですけどね、なかなか。シェフの方は どなたなんですか。あの元々ジャンジャリでやってた子なんですけど、今変わってその地元の友達で、うん、あのそうかそう変わったってことですか。はい、そのロゴを書いてくれたやつが元々アーティストで、まあ、料理は最近始めたんですけど、なので一緒にこうやりながら、そうですね、僕が考えて、レシピは水田さんのものをじゃあ作ってくれる人がいるっていうことなんですね、はい、じゃあ昼はそのグッドバイブスでしたっけ、はい、そこがハンバーガーが食べられるところで、はい、でそこは夜はなんかこうちょっとつまみとなんか飲める、うん、なんかブルックリンとかにあるようななんかちょっとカフェ的な感じの使い方が、やっぱりブルックリンが出てきますね。いいですね。そうですね、やっぱりまあずっと僕ブルックリンだったんで住んだのが、あ、いいですね、はい、地元の人がちょっと軽くワイン飲みに来たりとかビール飲みに来たりとかで、そこにまあつまみがあったりとか、はい、ブルックリンがああいうなんて言いますか、食が結構前面に出てくるようなエリアになったのって、うん、米田さんが行かれた頃、多分僕が行って、うん、行ったちょっと前ぐらいからです、うん、厳密に言うと一番最初は、うん、あのセブンスアビニューっていう、うん、あのキュートレインってニューヨークの、うん、まあ、地下鉄黄色い電車なんですけど、うん、そこのセブンスアビニューが多分一番最初に整備されたんですね、うん、でその後フィフィスアビニューが整備されて、うん、でそれと同時期ぐらいにちょうどあのウィリアムズバーグが良くなってきて、うん、で僕が行る時ぐらいですね、あのダンボとかあの辺りが良くなってきたり、うん、キャロルガーデンが良くなってきたりとかっていう時期だと思います。まさに本当にブルックリンが良くなり始めた時期だと思いますね。今はもうでもすごいですよね、食の都というかなっちゃってますよね、もうね。でもあれですよ、とはいえいい店いっぱいありますけど、行くと変わってないですよあんまりそうですか。この間行った時思いましたけど、いい店はでも確かに出てきてます。ただ単純に都心部が高すぎて、うん、っていうことなんですね。できない、うん、まあそういうことなんでしょうね、はい、まあいろいろとだからその、 いいなんか感じで今仕事をされてるんだろうなと思うんですけれども、はい、今の飲食トレンドをご覧になっていてですね、はい、どうでしょう、これからどういうふうにそれが変わっていくだろうというふうにお考えになります。そうなんですかね、東京は難しいですよね、うん、多分流行りを追いかけたりとかどうなっていくんだろうっていうのはちょっと全く読めないところはあるんですけど、うん、なんかニューヨークとかの流れでいくと、うん、やっぱりこう、まあ、三つ星だったり二つ星三つ星、ものすごいクリエイティブなレストランが流行ってきて、でシェフたちもすごいそういうのをやりたい、うん、でやっぱりそれに学んで、まあ、いろんな技術やアイディアを、まあ、すごくクリエイティブに、うん、あの表現しているお店がたくさんあって、で今やっぱりそういうところに行った人たちがちょっとこう、うん、ステップバックしてすごくカジュアルでシンプルな美味しいものを出すお店っていうのがすごく増えてきて、で僕はなんかそこにすごく行きたいなと思っていて、でやったのがまあ今回のお店なんですけど、そういうお店はなんか東京で増えてくるんじゃないのかなって、なんかこう無理しなく食べれるというか、考えなくて食べて、ああこれうまいよねみたいな、別にもちろんその金額的にもそんなに日常的に食べれる金額、週に1回もしくは月に2回ぐらい外食してもいいような金額の価格帯だったりとか、あとはやっぱりね、必然的にこう体に良かったりとか地球に良かったりっていうのはやっぱりこう守らなければいけない時代になってくると思うんですよ、人口と多分食材のバランスだったりとかも考えると。
まあ、なんかこうもっと日常にレストランができてくるんじゃないのかなっていう、日本はチェーン店がやっぱりすごい元気なんで、で焼き鳥屋さんもそうですし、やっぱカジュアルな居酒屋さんもそうですし、やっぱ価格競争してもやっぱあの勝てないので、やっぱその中でどれだけ違う価値が提供できるかっていうのは、まあ、スタッフ力だったりとかなのかな、居心地の良さだったりとかなのかなって思うので、やっぱなんかそれが新たなこうジャンルが確立できたらいいなっていう気持ちはすごくありますね、今の店には。まあ、今何歳、38歳でしたっけ、おっしゃってた。でもっと若い人たちがどん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 出てきてるじゃないですか、はい、で今20代ぐらいの方でも結構自分でお店やってらっしゃる。そうですね、いやすごいなと思いますよ。すごいですよね、このことって。ただ僕はちょっとあの多分米澤さんの世代の方とも今20代の方って考え方がまた全然違うのかなと思って、違います、この方々多分米澤さんぐらいの年の方っていうのは多分ずっとシェフをやっていかれるのかなっていう感じもするんですけど、はい、今の20代の方ってひょっとしたら途中で違うことするんじゃないかなっていう、かもしれないですね、感じがものすごくするんですよね。やっぱりなんかあの、ビジネスライクになることは、あの決して間違っていることではないと思うんですけれども、やっぱりその文化的な背景として日本人ってやっぱなかなか厳しいですよね。だからそこをこうこれからどういうふうに考えていくのかなっていう、やっぱ飲食店もやっぱ完全に東京は飽和状態ですし、人が足りないですし、そこをこう、まあ、僕らは料理人でシェフなんですけど、やっぱりこう生きていかないといけないんで、それが生業なので、それをどういうふうに変革させて時代に合わせたものを提供できるかっていう、常に課題ですよね、それはね。そうですね、課題だと思います、はい、いつも聞いてるんですけど、最後に料理人を目指す人、はい、経営者を目指す人、はい、ちょっとメッセージがある。料理人を目指す人は多分一番もう純粋にこれね、結構全部自分なんですよね、料理人目指す人は自分が美味しいと思ったものを作り続ける、やっぱそうすると多分いい料理になる、で経営者を目指す人は自分が行きたいというお店を作り続ける、多分そうするといい経営者になる。全部自分なんだろうなって。僕もだから、自分自身にもそう言い聞かせますし、お店の子たちにも同じこと言います、そのサービスはしてもらいたいかい、自分が客だとしたら、お前自分がお客さん来てこのサラダ食べたい、食べたくないだろう、食べたく、自分が食べたくないものと思って人に出しちゃダメだよ、まあ、幼稚園で言われて人に、人が嫌がることは人に、自分が嫌がることは人にやっちゃダメっていうのと同じですよね。根本はそこなのかなって、それ以上先のことはちょっとまだ僕はまだ分からない領域かなと思いますね。なるほど。そろそろお時間となってまいりました、はいはい、残念ながら今回で米澤さんのご出演は最後となります、はい、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ひと皿シェフズテーブル、次回も食のネクストトレンドを発信していきます。楽しみに。